15世紀から16世紀頃の、イスラム教の細密画およびその同じ時代のインドの細密画に非常に興味が持って今も、よく見に行ったりするんですけれども、その色彩感覚や平面性には、影響を受けていると思います。自分の作品を言葉で表現するっていうふうに考えると、その言葉でその作品を分解、分析したりするんではなく、作品とどうそれぞれ文章が自立するような形で、その言葉が作品と同じ位相に存在するような形で作品のことを伝えられないかと思って、いつもそういうふうな形での文章を、書いているような気がします。今回展示している作品の中でグラマホームっていう、作品があるんですけれども、それは女性のその怖い面と優しい面っていう、こう表裏一体の、何々でもあるにもかかわらずっていう、言葉になかなかしにくい面を一つの画面上に表現できないかと思いまして、まずそういう慈しみ育てるというようなイメージで、植物の林の中に動物が隠れたりうごめいたりしているような形でモチーフが、配置されています。それを全体に大きく、一つの家のような表現で、画面に、構成しています。直接ね、筆を取らないで、っていうのは、手を動かすことの方が、より自由な、自分の考えが展開されて、それ自身を自分が、発見とともに受け入れる、そういう感覚で、まず、造形物、紙粘土での造形物を作って、それを、平面の方に、構成していく、そういうことで作品が成立しています。